これから発刊の発表を始めます。お願いします。お願いします。私たち中学3年生はウェルビーイングの実現に向けて身近な社会課題を解決しようというテーマで探究を行ってきました。ウェルビーイングとは幸福、健康のことで心身ともに満たされた状態を表す概念です。そこで私たちにとってのウェルビーイングは何かを見つけるためにドッテリ駅の周辺に不便なところがないかフィールドワークを行いました。その結果私たちは外国語対応の看板が少ないことに気づきました。外国語対応の看板が少ないことに加えて鳥取県の宿泊施設を利用した外国人観光客が年々増加していることから、私たちが考えるウェルビーイングは外国人観光客がよりよく過ごすことができる鳥取に設定しました。飲食店に視点を向けてみると、外に掲示されているメニュー表に外国語対応をしている飲食店は多くありませんでした。そこから店内で注文の際に利用するメニュー表にも外国語対応がされていないのではないかと考えました。実際に皆さんが外国人の視点に立ってみるとどうでしょうか。これは韓国語と英語で書かれたメニュー表です。写真があるのでイメージはしやすいかもしれませんが、具体的な味や何が入っているかは分かりにくいですよね。私たち日本人からすると、このようなそばのメニュー表は見ただけで分かりますが、先ほどの韓国語と英語で書かれたメニュー表は直感的に分かりにくかったですよね。つまり外国人側からすると、日本語だけで書かれたメニューは意味がよく分からないし、どんな料理か想像がつかず不安になるかもしれないということです。現在はスマートフォンを利用して翻訳機能を利用することができますが、日本料理などは読み方がそのまま翻訳されてしまう場合があり、正確に情報が伝わるとは言えません。例えばもし皆さんが日本に初めて来た外国人観光客だったらどうでしょうか。イスラム教徒であったり卵アレルギーを持っていたりしたらどうでしょう。日本語でしか書かれていないメニュー表を開くと、自分が食べられないものが入っているかもしれないという不安が出てくる可能性があります。一方で飲食店側の多言語対応の意識を調べてみました。右のあるこのグラフは2021年に行われた東京オリンピックでの事業に対する多言語対応実施調査です。このグラフ 91% が実施していると非常に多いんですけど、 9% の実施していないところによると外国人の利用が少ないことや予算がないことを理由に取り組みができていないらしいです。9% と聞くとすごい少ないように聞こえるかもしれませんが、東京の飲食店舗数全店舗の 9%、 1万7000店舗が未対応になっており、決して少ない数じゃないんです。このことからも、メニューを、外国人観光客向けに一から作り直すことはすごい、飲食店側にも負担をかけていることがわかります。逆に91% のなんか対応取り組みができている場所の対応について調べました。東京都では日本語メニューの他にも他の言語にも対応したメニューを作成してくれるサイトがあります。これはなんか安心して注文できるということはあるんですけど、やっぱり言語には限りがあって、全ての言語には対応できないという点が挙げられます。2つ目は福岡県の水泳大会開催期間中に行われたイスラム教徒やヴィーガンに向けてのマップの配布です。これ宗教などを理由に食べられないものが入っているものとかあるじゃないですか。これについて書かれていて、なんかその人たちは安心して探すことができるんです、店舗を。でもこれ市が配布した形になるので期限に限りがあって、常にメニュー表として利用することが難しいんです。このことから私たちが考えるコンセプトは、飲食店側の簡単に作ることができ、誰でも視覚的に分かりやすいメニュー表をコンセプトとして設定しました。そのための具体的なアイデアとして、食材などをイラストで示したステッカーを作り、そのメニュー表の上から貼るという形を取りました。
これにより一からメニュー表を作り直さなくてよくなるため、飲食店側の時間やコスト、労力を抑えて作ることができるようになります。また視覚的に表すことができるので外国人観光客にも対応し分かりやすくなっているのではないかなと思います。プロトタイプはこちらです。原材料のステッカーに加えてさらに実際の料理のイメージがしやすいように温度のステッカーも作りました。それぞれ色の区別、それぞれの区別がつきやすいように色と形も変えて作りました。実際の大きさは右の写真を見てください。だいたい1円玉のサイズの大きさのものが1枚と、それよりもうちょっと小さいのが2枚あります。なんでこうしたかっていうと、実際のメニュー表のサイズに合わせてステッカーを対応できるように3種類のステッカーを作りました。これが先ほど見せた韓国語のメニュー表なんですけど、これにステッカーを貼るとこのようになります。貼ってないものと比べると少し分かりやすくなったのではないかなと思います。最後になんですけど、さっきの見せたあのステッカーのアイディアでも、ちょっと必ずしも全員にそのステッカーの意味が伝わるとは限らないんですよね。というのも、ネギとかそういうものって、あんまり外国では馴染みがなかったりする地域があるんですよね。じゃあそのためにどうすればいいかというと、もうこれを世界共通のデザインとして、他の飲食店もたくさん使って、海外でも使ったりとか、まあそんな感じにしたり、形や色を工夫してもっと分かりやすくできたりしたらいいなと思います。あとは凹凸をつけると視覚障害者にも分かるようになるのかなと思って、今こんな感じに例を載せてるんですけども、こんな感じにステッカーを作れれば目の見えない人も判別できるようになったらいいなと考えます。でここからもっと発展するとなんですけど、例えばもうこの温度のステッカーがなしでもステッカーを触るとその温度がちょっとあったかめだったりしたら、この料理熱いのかな、冷ためだったらこの料理冷たいのかなみたいな、そういうのが分かるようになったらいいなって。あともう一つなんですけど、そのさっきステッカーをいろいろ種類見せたんですけど、あれを一つの料理に対してたくさん貼りまくるってなると結構スペースを取ってしまうんですよね。じゃあそのためにどうしたらいいかなと思ったら、その1枚のステッカーがいろんなデザインに変化することでスペースを少なくしてかつ分かりやすくできたらいいのかなと思います。参考文献はこちらです。ご清聴ありがとうございました。